はい,はい、どうもえっと、ではですね、えー、今からちょっと雑談に入りたいと思います。だいぶもう夜遅くなってしまったので、えー、っとですね、本日は、うん私が最も影響を与えられた、えー、ある大学の教授の言葉っていうのを皆さんにお届けしたいと思います。えっとですね、あのー、これはまあ私が大学院受験をした時にですね、 研究室紹介の時に、えー、とある出会った大学の教授がいてその時に言われた言葉がですねまあ本当にそうだなって今強く思う、えー、強く実感をさせられるという意味で、えー、今でも言葉に残ってます皆さんもね大学でな研究とかそういうことをいろいろやられてたと思うんですけども私は大学,院の大学の時代大学の時代は太陽光発電 太陽電池の、えー、研究をやってました。で、えー、論文もですね、えー、2つほど出した経験がございます。そんな中で、えー、私が大学院受ける時にね人生が変わったと思うその言葉があります。その言葉を出していただいたのがまあこれはね 教授の違うそ,その学問学術の世界ではかなり有名な先生なんですけど、岡田哲夫さん岡田哲夫さんっていう先生なんですよ。東京工業大学のまあ分析科学の研究をやられてる先生です。東京工業大学東京工業大学の、えー、岡田哲夫さんという方です。えー、皆さんねもし興味が大学のそういう興味がありましたらまああのどんな研究やってるのかなっていうのを見ていただければと思うんですけど、船の なんかその研究とあとアイスクロマトグラフィーっていうのがまあ、えー、今のメインですかね今でもあその先生のあの言葉は忘れられないなというふうに思ってですねその内容ちょっとお話ししたいと思いますえっ、ー、と私はえっ、ー、とまあ大学院ですね入る時にですね今でもまあ大学時代って本当僕かもう絶対戻りたくないと思ってですねもうその研究室選び大失敗して まあ、教授もクソだったし、あのーまあ、大学院その、えーまあ、変えた理由っていうのは研究内容はね面白かったんですけどねまあ残念ながらその教授には恵まれなかったって感じですね私は。でまあその時はですね私も、まあ、いろんなこう研究室見てねうわすげえなこの研究室マジで面白そうっていうふうに思ったのがそのアイスクロマトグラフィーってやつだったんですよ。 でまあ、正直分かんないちょっといまいち分かんないと思うんで簡単に言うとですよ皆さんね顕微鏡ってあるじゃないですか顕微鏡ってすげえ金かかるじゃないですか、ね、精密機械とか、あのー、物とかっていろいろ大変だと思うんですけどそれが水で全部測れたらすごいと思いません、ね ああもう全部ゴミにならないし環境問題にいいじゃないですかさらに言うとですね普通の精密の機械では測れないような細かい分析が水,水でできるって言われたらどう思いますすげえじゃんってなりませんそれがアイスクロマトグラフィーのすごいところなんですその氷っていうのは低密度の氷の状態と高密度の氷の状態の両方を作り上げることができるんですねで、その環境下の中にある反応系を入れるんですよ まあ反応する何かその状態ですねを作ってりますそしたら A から B っていうものができるとするなですか、ね。ねなんか生体内の物質が A から B なんか作りましたと。それがねこれがなんかこれ中に入れてあげると実はその反応系っていうのは A から B ができてたと思いきや実は一回 A から C になって。 C というものになってから B になってたっていうより反応のの具体的ななな進み方み方たいなのが解析でできるるよようになるんですよそれが解析できると例えば、ね、あの酵素であったりとか遺伝子の発現であったりとかタンパク質が作られる酵素反応っていうのが、まあ、今も生物科学を勉強するとですねあのその反応の、ね、細かい反応っていうのが実はもっと、ね、細かいプロセスを経てこの物質になっていたっていうのが分かるとより。 まあ創薬であったりとか、まあ、生理活性物質を作る時のですねあのプロセスに組みやすくなる、まあ、いわゆるざっくり言うとですねいい薬であったりとか、えー、いいなんかその化合物を作るのの研究発展にすごくつながる。でそのアイス水っていうものに目を向けることによって何、まあ、あだっけ えー、その新しい分析が見えたりとかあとは結晶ですねグルコースって皆さんわかると思うんですけど結晶の形が普通の顕微鏡よりもまた違った鮮明な見え方ができたりとかして結晶構造の解析ができるとで形がわかると形わかるとまあこれね,ね今流行りのワクチンね 人工性ワクチンメッセンジャー RNA のねあの薬の作り方とかっていうのにも発展できるしあの非常にまあ非常にこうなぜ私がその研究に興味を持ったのかっていうと当時たまたま勤めてたそのバイトの中に先輩がいらっしゃってその先輩が東京工業大学の主席だったんですよすごいですよね東工大って理系の大学で、ね、あの偏差値ナンバーワンの大学なんで 東大屋がまあ総合的にはランク上ですけど理系でね東高大は最一番最強ですねでその先輩が大学院の時に当時勤めてた合成科学研究室から大学院に入った時に変えたんですよね研究室で何で変えたんですかってその先輩に言ったらいやとにかくねその教授がまず一目見た時に頭いいって思ったんだも間違いなくこの人は。 あのー、今までの中で群を抜いた頭がいいだから俺はこれに変えたんだっていうふうに言ったんですよね。まあもちろんその時にドクターには行きたくなかったとかっていうその人も何かあってそれで研究室変えたらしいんですけど、まあ、研究室はねどこ行っても就職活動っていうのはいろいろできるんでまあそれは後付けだと思うんですけどどんな人なんだろうと思ったんですよね。その登校台のの席出てた人のねあの方はね、えー、なんだろう まあ、分かってたんですごい頭いいっていうのが分かってたんでその人がらにすごいと思う人ってどんな人なんだろうと思って興味があってですねまあちょうどその時東京、あのー、大学室の研究室もですね人間関係が悪くてクズだなと思ってたんでいっそのこと研究室変えるかみたいな感じで思ったわけなんですまあ後にここの大学院にはあのー、合格できなくてですね まあそ,もそれもね、あのー、今の自分の研究で論文出せそうだったんでそっちに力を入れ込んだ結果、まあ、残念ながらちょっと対策まあ今となっては実績出すんであれば3年間同じ研究やった方が全然いいんですよねただ私が大学生活まあ絶対戻りたくないですけど、うん、大学生活、うん、あんまりいい思い出なく まあいい思い出ありましたけど、まあ、総合的に見るとちょっとね戻りたくねえなって思うことの方が多かったんでまあ大学全部絶対戻るなら何やりたいかって言ったら絶対あそこの岡田先生の研究室に入きたかったんですねまあそれでそれで東京工業大学の,あの説明会があったんですよ大学院の説明会が5月ですねありました。忘れもしないですねあの時 私は Do as Infinity っていうミュージシャンが好きなんですけどもグループが好きなんですけどもあれのライブがあったんですよねその東京工業大学の説明会の後の夜にあってですね、まあ、説明会聞いて私はすぐにですねその岡田先生ってところに行って「すいませんが研究室紹介行きたいんですけどいいでしょうか?」って言ったんですよそしたらその岡田先生が「え僕らみたいな人気のないところに行っていいの?」って言われて おじいちゃんなんなですけど、すごいねノリがいいというかフランクなんですよそこもいいなと思っててでそのまま研究室に行ったんですよ行ったらねすごい綺麗なところだったしでその岡田先生の研究室の機械とかあのなんかいろいろ見せてもらったんですけども終始一貫ですねいやーうちのね研究室の学生はねあの、測定したら他にやることがないんでねもう5時ぐらいにみんな帰ったんですよねとか <laughs> いやなんかねこれ何やってんのとかってなんかやってる人にあの声かけたりとかして何やってんの?」って言ったら「何何やってるんです?」って言ったら「うん僕もわかんない」とかって言ったりとかして、まあ、非常にねフランクで面白い先生だったんですよね。でその後にあのにアイスクロマトグラフィーの話とかを聞いていやーまあ内容はすごい面白いなと思って何せばまあ物理科学が好きだったんでいいなと思っててでそれでその研究室の話を聞いてたんですよ。で その時にその岡田先生が僕に言った一言でまあ大学の研究室の研究の内容とかもすげえ面白かったんですよ。でもあそこで言われた一言がその時の大学の時に自分にすごく引っかかっててその一言が世の中に答えなんんかありませんよって言っったんですよさらっとその時になんか当時の自分うって思っちゃったんですよ。 答えなんかないんですよと。一番大事なのは自分の考えです。これだっていう考えです。ただし、世の中や社会は自分がこうだと思ってても、それを世間とか社会に納得させられるさせるためには。いろんなこうです。ああですって正しい事象であったり、根拠を考え方を出していくわけですよね。それを出していくのがいいんです。 世の中にでも答えはありませんんって言われたんですよその時私はその時には「はっ!」て思ったんですよ。科学って何なんだっていうふうにまあ,あの今となったら、まあ、社会ってそんなもんだと思うんですけどただ科学の世界で今まで私が会ってきたその大学の教授ってどういうモチベーションで科学の実験をやっていたかというとですねその岡田先生とは違ったんですよ。 要は実験しました測定しました結果が自分の思ってた仮説と違ったあなんで違うんだろうあこうこうこうかもしれないってあとで論理づけてじゃあこうじゃないかそういう、えー、なんかいろんな実験結果が出てなんかこう違う考えとか違う知見が得られるから面白いって言ってるんですところが岡田先生違うんですよ。 こうじゃねっって思って思やってみてそのやり方とか測定の仕方とかそれ全部組んでパーパーパーっても測って「そうだよねそうだよね」で例えば失敗の結果が出たとしても「うーんまあまあこうこうこう,こうだからねじゃあこうじゃないの」っていう風に答えを持ってるんですよ自分の中で。でまるでそれを確かめるかのような感じで喋ってたんですよね。 そのアイスクロマトグラフィーの話とか、まあ、もちろんね自分でいろいろ試行錯誤していろいろ想定外の結果とかが出てじゃあこうしなきゃいけないなああしなきゃいけないねみたいなその時対処したと思うんですけどなんかそのさらに上ををっているよような感感覚を言われた感じがしたじしんですよ私はその時に大学の時になんで科学を選んだのかって言ったら科学は論理的で答えを持っているから面白いと思ったから。 文系系のの学学問問よより理系の学問を選んだんだですよところが理系の学問を選んだら選んだらで,ですねあの例えばね気体状態方程式とかっていうのは範囲が迫られてるとかフックの法則とかっていうのもすごい条件が、えーまあ、限られてるとか、まあ、相対性理論とかもあ,のあれって範囲に広めたらあの、ね、ニュートンの運動,運動方程式っていうのは成り立たないわけじゃないですか。 だけどそれはもう分かってることじゃないですかそこじゃなくてねもっと自分がおこうじゃねっていうのを思いついてそれでこうだよねって測定してうんやっぱそうだなっていうふうに自分の答えを持つことなぜなら世の中に答えがないかそれがね今の私にもすごくそうだなっていうふうに思います。例えば道の話をすると 今自分は調べていくとですね、あれこれってこういうこと言えんじゃねと思ってですね。例えば弓の引き方とか思いっきりガラリと変えることがあるんですよ。例えば去年の12月にですね、33キロの球力を5キロに減らす第三の取り方って言って強い弓の引き方みたいな感じのことを私はね、あのー、なんだセミナーをやったことがあるんです。 ところがもう今それはね、その弓の弾き方はもうやってないんでいないバあの第3じゃなくていないないバーの第3ってこう腕を動かしたらここがなんか詰まるから開きやすくなって自然に第3取れるって話をしたと思うんですけどもうあれじゃない第3の取り方やってるんですよ今。弓の力で腕が開かれるような引き方であったりとか。 えー、あるいはですね右手に力が込めやすい生き方とかもう全然違う生き方やってますね今。でもそれってあれこれってこれが成り立つってことはこれも成り立つんじゃねみたいな感じのことが分かってでその自分の確固たるこうだという、まあ、答え答えというか考えを僕は持ってるんですけども夢ってこういうふうに開かれるもんだっていうその形があるわけですよ。でこの 私たちが成り立つっっててもう分かってるんですよ昔の文献見てそれだったらこういうことも言えんじゃねいああいうことも言えんじゃねいこれもありなんじゃねっていうことが分かるわけですでやっぱ実際そうなんですよ教えてる人たちにもうそのやり方でやってったらもう今日はなんか2 4キロの弓を引きたいあの2 1キロ去年引いてた人が2 4キロになり2 3キロを引いていた女性が2 5キロの弓を引きどんどん変わってくんですよ。 でもそれってきっと答えが自分の中にこれだっていうものが見つかるとその後の弓道の見方っていうのも変わってくるんだろうなっていうふうに思うんですよだからこれからもっとですねもっといろんな弓の引き方が出てくるだろうしもっといろんな手の内の考え方が出てくるだろうしそれはもう昔の文献をこう超えたような引き方っていうのが出てくると思います。それはもももうほんと合理的でで強い弓も弾けてて形が綺麗まっすぐ出て あのいろんな人に整合性があって結果も出るようなそんな弾き方なんだろうなっていうふうに思いますそういうのがきっとあるんだろうなって思いますまあそれを見つけるまではですねきっと私の勉強この9度の勉強は止まんないんじゃないかなというふうに思いますそれは世の中に答えはないと自分で答えは作るものなんだよとっていうか自分で答えはちょっと言葉がうまく思いつかないんですけれども 降ってかかっててくくるものを確認していく感じなんだよそういうことをあの科学の世界で具体的に見せていただいた岡田先生の言葉は今でも忘れられらません皆さんもですね弓道というものに携わった以上はですね携わった以上はですねそういうね新しい世界を少しでも開くような感じで稽古すると面白いんじゃないかなと思いますので是非意識して。 夢を見てみてください以上ですありがとうございましたいつも動画を見ていただいてありがとうございます、えー、番組概要欄にはですねいろんな給丼の文献が読めるオンラインサロン。になる熱心な仲間と共に勉強して楽しく給丼をやってますのでよろしかったらそちらもよろしくお願いしますさらにチャンネル登録もよろしくお願いします以上です